まとみさんがオープンした J カフェにやってきました。まとみさんのお母さんが店主で、 J カフェの名前の意味は何ですかね。うちのおかんの名前が純子で、あ、純子カフェ、黄色、可愛いでしょ。平屋のお家でカフェと、まあ、民泊も併設してるんですけど、今まだ民泊は開業準備中。カフェは2021年9月1日にオープンだよね。はい、おめでとうございます。はい、いつものもとみさんです。今日ね、私たちお揃いの T シャツなんだよこれ。見て見て、かわいいっしょ。これ制服なんで。制服なんで、はい。もともと本当に普通の平屋の一戸建てっていう感じだよね。そうです。カフェをやろうと思って、それに適した物件を買ったの、それともその買った後で思いついた。買う前におかんがカフェやりたい、カフェやりたいって言って、ね、あ、もうずっと言ってたんだね。購入前にもうカフェやろうって決めて買ったみたいな感じ。そうです。ああ、なるほどなるほど、はい、カフェができそうだねって言って。親孝行だね、本当に素晴らしいね。お母さんの夢を叶えてあげたと。これ電気はつけたの、この街灯。うん、つけました。はい、私に変えて。あ、かわいい。失礼します。はい、かわいい。こだわりのセンスについてぜひご説明お願いします。これは、うちの母がこれやったらいいんじゃないかって言って買ってきた、ホームセンターであるようなラティスと 1x4 の材木を使って、ただ壁をちょっとこう、なんだ、あ、ここもと壁だったの、これ襖、襖があった。そう、襖があって、こんなに広い出入り口いらないんだろう。そうだね、作ったんですよ。うん、いいね。これ作ったらちょっと一気にカフェっぽい。そう、カフェっぽい。ラティスのこういう使い方いいです ね。広がりがありますね。うん、これヤシの木。これなんだっけ、フェニックス。へえ、観葉植物大きいですね。高さかなりぴったりですけど、これちょっとでも大きかったらやばかったね、これ。すごくいいですよ、雰囲気出すのに。うん、出てる出てる、ぴったり。続いて内装の説明をお願いします。デカフェの純子さんと、あのいつものともこさん。カフェはもうこういろんな人から出入りするっていうのを想定して、フロアタイルがいいって言ってたんで。あ、これフロアタイルなの。そうです、三月さんのフロアタイル。かわいいですね。そのあって、いつも CF なんですけど、まあ、ちょっと強度考えて、フロアタイルに。こっちだけじゃなくてこっちもフロアタイル、うん、全部。あ、全部フロアタイル。全面ね。こっちはお客さんは入らないで、スタッフだけですよね。そう、で、あのキッチンがあって、デザートとか入れてるのかな。デザート入れて、ね、こんな感じで、シフォンケーキがございます。マフィーも下にございます。ありがとうございます。デザインとかは、なんか三月さん来てくださって、こういうのどうって、パターン提案してくれて、普通の、まあ、こういうのどうですかっていうのと、ハワイアンと、あとイタリアンカフェみたいなの中から、これをやりたいですって言って、配置をしてます。それさ、普通にさ、デザイナーの仕事じゃん。普通に発注したら絶対にそのなんていうの、施工費の 20% とか 30% とか取られるよ。素晴らしいね、いいサービスだね。そう、私も今度聞いてみよう。そうそう、聞いてみよう。いいね、いいね。それでハワイアンっていうのを選んでこうなったってことね。備品というか、その机とか椅子とかはどういう風にどこで発注して。これ半分くらいはジモティ。え、マジ。あとはイケアです。あ、本当、まあ、ジモティってことはほぼタダだよね。ちょっと払った、ちょっと払った、はい、あ、賢い。これはイケア大きいね、これ。これすごくさ、広い空間でこれだから、そんなに全然圧迫感ないけど、一般の家庭でこれって相当大きいんじゃない？ 6 人分だよね、これ。椅子さ、種類が違うんだけど、これセットですか？セットで売ってなかった。あ、別々？別々。別々。ああ、なるほどね。あれとかでもいいやと思う。これ？うん。え、全然いいじゃん。これとこれかな。え、これも？めちゃめちゃいいじゃん。しかも綺麗だね。状態もいい。こっちは今のところ使ってなくて、まあなんかこれからいろんな貸し方を検討中って感じ。検討中です。うん、ヘノ様さんからもらったやつ。マジで失礼します。これだ。トイレの中も映させてもらうね。ここがカフェ用のトイレなんですけど、このね、壁、これでも綺麗に乗ってるよね。波形でさ、綺麗にやってるでしょ。ほら、これ。そう、ひなたまさん家行った時にその塗り方を教えてくれたじゃない。手で塗る方法と、あとなんかハケみたいな塗る方法、いろいろ教えてくれて、このハケ使って。ハケ使ってね。うわうわうわ。この照明もね、うちの、あのシェアハウスで使ってると同じものをパクってくれたらしいよ。シェアハウス行った時にこれだこれだって。でもなんかそのなんかコピー能力高いよね。壁に飾ってある絵とかはこれどうしたの？もらい物。もらい物。うまくやってるな。もらい物っていうか、それぴったりじゃん。そう、だって雰囲気に内装を見てチョイスしてる。いいんじゃないって。かわいい。
これ大体 DIY ですか。だからその三代さんがこういう風にしたらいいんじゃないっていう提案はしてくれたんだけど、実際に成功したのは自分ですか。そうです。すごくない？天井塗ったりしたの自分で塗ったの？天井もさ、そう、サンド塗り、サンド塗りして。あ、大変だったでしょ。すごい綺麗だもん。一段塗りにはエリックが来て、エリックが一段塗りに来て、エリックだからサンド塗りだったんじゃない？この塗り方ダメじゃんとか言いながら勝手に。ほんと、じゃあエリックじゃなかったら二度塗りしたんじゃないかな。DIY をした期間としてはどれぐらいかかりましたか？4ヶ月くらいかかった。4ヶ月か。まあまあかかったね。まだね、オープンしない民泊の部分も含めると130平米ぐらいあるんだよね。延べ床でね。めちゃくちゃ広いでしょ。しかも平屋ででしょ。そう。扉の奥は何があるの？あ、倉庫です。あ、倉庫にしてるんだ、うん。普通のさ、家と違ってカフェ用に何か増設したものってさっきのトイレ以外何かあります？トイレ増設だけです。だけ。うん、まあ、どれも変更しない。襖を抜いたりしただけで変更まではやってない。柱もそのまま。柱はそのまま。ああ、これは元々のあった襖をリメイクしただけ。はい、そうです。すごい。これ何貼ってるの？ちょっと硬いけど。壁紙。壁紙だけ？そうです。もともとちょっと硬めの襖でした。へえー。3月のティファニーブルーですか？そうです。ブルーのちょっといいバージョンです。これ、ちょっといいバージョン。何入ってんの？わかりますか？わかるわかるわかる。ちょっとキラキラしてる。すごく上品で高級感あるよね。周りを白く塗ってラメ入りの高級壁紙を貼ると、はい、これも私が差し上げました。うまいよね、うん、その余り物をさ生かす能力が高い。そのどこに使うかとかもらった人が決めるじゃない。そう、なんかどういう風に使ってとかいうのもね、 うまいね。ドアももらい物。どっからもらったの？これドアをもらうなんてないでしょ。ドアさんがいらないっていうか、そうなんだ、うん、困ってきてシート貼って、うん、シート貼るっていうことは元は結構ボロい、はい、ボロいあのペラッとした感じのやつ。あ、でもこれあれですかね、そのぴったり大きさは、うん、壁作ってぴったりにした、うん、隙間のね、これね、貼ったりとかして。それは見ちゃいけない。こういうのが大事なんだよ、DIY するときは。そう、隙間ができるとかっこ悪いから、こういうの隙間テープ貼るっていうね。ういいアイデア。ここの葉っぱとこの感じがすごいいいと思う、うんうん、いいセンス。こういうの思いつかない。これも三月さん言ってくれた？これはおかん。随所に工夫が凝らされてるね。DIY をここまでやるなんてすごい。これ貼り合わせ大変だったんじゃない？柄合わせが。超大変。でしょ？言われればわかるよね。結構ボコってしてるよ。そう。でもね、言われなかったらわかんないよ。この前さ、トモコさんとね、あの三月のさ、ワークショップに行って、壁紙の貼り合わせ、うん、あれを見たから、あまりの神業にびっくりしたって。マジでわかんない。もうだってさ、あれ1センチいってもわかんないよね。本当にわかんないのよ。こう見てもわかんない。で、貼ってるところを見てもわかんないの。ものすごくうまかった。プロの技すごいよね。貼ってることは普段やっても一緒なんだよね、うん。カッターで合わせて切るだけなの、うん。いや、でもすごい早いのよ。早い。うん、早送りするみたいだった。これ1箇所だけですか、この柄使ってるの。他にも使ってるとこある？あっちもなかった。これは本当はもっと多くの場所に貼る予定だったんだけど、大変すぎてやめたとかそういうこと？もう最初から2箇所って決めてたの。違うぞ。え？この家に壁が少なすぎて、貼るとこなかった。窓が多すぎて貼る場所がなかったんだ。そうなんですよ。ここ、ね、え、じゃあこれだいぶ余った、もしかして。余っちゃった、余っちゃった。これとかもちゃんと塗ったんだ。あ、これすごいね。ダメだね。雨漏りとかなかった？なかった。いいね。そしたら傾きもないし。ないな。うん。じゃあまあ物としていいですよね。サッシも入れ替えられてるし。うん、そう、よかった。このエメラルドグリーンみたいな色がすごい可愛いですし。これも何回か塗った？一度塗るじゃないよね。2回じゃないですか。2回。ここはね、おかんが出てる。そうなんだ。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。もう素敵。いっぺんやりました、民泊部分とカフェ部分の DIY って。自分の必要なところを先仕上げたって感じです。そこで寝たいからそこ先仕上げて。民泊の部屋見せてください。どうぞどうぞ、はい、これどうしたの？自分の手作り。これ作りました。これすごいね。ここが民泊の部屋です。和室でしょ、もと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 和室です。すごい綺麗でしょ、うん、これ何ですか？え、これヘッドボード設計を自分でこうマジでこうして、こうして天才じゃねえ。